はい、さあ発見小さな繁盛店、ハートの裏に来てますけど、小さな繁盛店、はい、1軒目は私が紹介してもいいですか？お願いします。知り合いのお店なんですけども、お願いしますよ。もう女子が大好きなあれが食べられる。女子が大好き、はい、女子といえば、女子といえば、はい、紹介するのは建物2階にある今年8月にオープンしたばかりのノアムです。ノアムとは心地いいという意味があるそうなんです。で、朝10時からオープンしてるんですけど、このように朝から行列ができることもあるんです。すごくない？これ仕込みじゃないですよ、本当にすごいですよね。すごいね、こんな並んでるの。すごい。しかも若い人が多いね。こちらでいただけるのは女子高生から30代女性に大人気のスーパーフード、アサイーボールや今韓国で人気のグリークヨーグルトを使ったサラダなので、ね、わかる。失礼します。失礼します。見てください、めっちゃおしゃれですよね。いや、おしゃれ。ナーファ。ナーファ。ここはナーファです。ナーファーリンクかな。さあ、マネージャーさんの、マネージャーの野瀬さんからお話聞きました。はい、ちょ、野瀬さん、このお店なんですけど、はいはい、広さどれぐらい、何坪ぐらいあるんですか？広さ大体10坪ぐらいですね。はい、めちゃくちゃ狭いというわけではないんですけども、はい、広さは約10坪で、座席数は20席。店内はおしゃれを演出するにぴったりの雰囲気を醸し出してくれる、打ちっぱなしの壁とかね、ライトとかもね、そう、めっちゃいいライト。そうなんですよ。こんな感じで夜はバーとしてもオープンしています。そういうことか。超おしゃれよ、全然向き変わる。あれ急にまた始まって、壁からカウンターまでのね、幅こんな感じです。なんで運動会始まるの、マスターランカー、そんなにはなんで。さあ、お店が抱える悩み聞いてみましょう。大きい冷蔵庫とか、うん、そういうものが置けないので、まあ、保管とかストックとか、そういうのが、まあ、できないので、毎回こうね、作ってストックしても、ね、まあ、すぐなくなっちゃって、はい、すぐにまたアサイを作らないといけないっていう、まあ、そういうとこ苦労してるんですけど、まあ、その分フレッシュなこうアサイとか食材とか提供できるので、はい、でもその分新鮮だから、狭いお店は信用できるかもしれない、ね、間違いない、信頼の高いかもしれない。はい、10時にオープンするとすぐに満席になるんです。すごい、すごいですよね。なので結構ね、テイクアウトしに来る方もいらっしゃいました。いいですよね。満席だからテイクアウトにみたいな方も結構いるんですよ。あ、そういうことか。大体の方は朝食として食べに訪れます。お客さんの8割が観光客で、ほとんどが女性。そうなんですよ、結構制服着てる子とかも、ね、いらっしゃいました。そうなんだ。常連の方にお店についてお話聞いてみました。美味しそう。はい、よく来ます。ちなみに昨日も来ました。とっても広くもなく狭くもないお店で、とってもおしゃれな雰囲気で心地がいいです。いいね。さあ、続いてこちらの男性にもお話を伺いました。あ、男同士で、そうなの、ちょこちょこ一緒にこれで朝ごはん食べ行きますね。女子みたいな男子してます。女子みたいな男子、最近流行ってるらしい。そうなんだ、ちょっと知らない。女子みたいな男子、でもいいよね、朝からこのおしゃれな一日のスタートね。おー、お店の雰囲気どうですか、全体的に。このこじんまりとしてて、すごい落ち着く空間で、すごいいいなと思いましたね。そしてあとライトとか、この照明がすごい可愛いので、すごい写真映えもするなっていうので、とても、なるほどね、この空間が落ち着くっていうのがいいですよね。はい、ここまで繁盛したのは、実は TikTok にアップした動画がバズったっていうのも理由の一つなんです。これですね。さあ、かなりの再生回数を稼いでまして、素晴らしい人気となっております。お客さんの中でも結構これ見てきたっていう方が多かったから、ね、そう、それがすごいの。 TikTok やろ。人気のアサイーボールを作るところを見せてもらいました。ブラジル産のアサイーに数種類のフルーツなどを混ぜて作るそうです。混ぜ合わすとこのようにもちもちっとした食感になるんですが、ね、このもちもちの秘密なんだと思う、秘密なんだと思う、出てる出てる、マンゴーでした、マンゴーでした、はい、どこでクイズだって、タイミング下手くそ。さあ、アサイ 150g 容器入れ、グラノーラかけて、バナナ乗っけて、いちご、ブルーベリー、ココナッツ、アーモンド、ナッツ類乗せて、好きなのしか入ってない。そうなんですよね、美味しいのいっぱい乗っけまして、最後締めに蜂蜜をかけて完成ということなんです。おしゃれと
はい、こちらがノアム一番人気のアサイーボールです。実はオープンからわずか2ヶ月で1500食くれたそうなんです。めちゃめちゃ売れてるのよ。はい、ちなみにアサイーには、ね、結構いろんな、ね、あの美容成分が含まれていて、うん、ポリフェノールだったり鉄分、うん、ビタミン E、食物繊維などが豊富に含まれてい ます。栄養価の高さから神様がくれた果物とも呼ばれている。スーパーフードすごいですよね。あらあら、神様がですって。それもいただかなきゃ ね。早速出来立ていただきました。アサイーがすごいもちもちしてて食べ応えがあるのと、うん、あとフルーツがめちゃくちゃフレッシュです。新鮮。結構美容とかにもねすごい今ね、そうですね、女性の方に人気ですよね、はい、やっぱり朝に食べてもらって紫外線に対しての効果がすごいあるんです、アサイーって。あ、じゃあ本当沖縄にぴったりなんですね。ぴったりです。これだったらね、楽しい朝の一日スタート切れるよね。そして僕がいただきましたのは最近話題のグリークヨーグルト、はいはい、スモークサーモン、アボカドなど野菜がたっぷり入ったグリークヨーグルトサラダ。もう見ただけでね、なんか健康にいいの分かるでしょ。おいしそう、はい、どんな味なんですか。おいしい。おいしそう。あの、あっさり系のお野菜はあるんですけど、うんうん、味がしっかりついてるから、なんか本当サラダなんだけど一つのこう食事として、はい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 、結構朝これだけ食べれたら元気にスタートできる。めっちゃ嬉しそうですよね、うんうん、おいしい。なかなかあのグリークヨーグルトに、はい、あのサラダ合わせるっていうそういうのがないんですね、うん、もう甘い系が多くて、うん、でそこでちょっと新しくグリークヨーグルトのちょっと何か作りたいなっていうので、はい、サラダとアボカドとか、それと腸活、アボカドとトマトっていうのは腸活にとって食べ合わせがいいので、はい、さあグリークヨーグルトはですね、高タンパク、低カロリーでさらに腸内環境を整えてくれるということで、うんうん、満腹感の持続、筋肉の維持にも効果的と言われています。いいですね。上に乗ってるのがハイビスカスソルトなんですって。お、美味しかった。これも食べ放題。そう、おしゃれだな。見せてもおしゃれですね。ちょっとおしゃれでお腹いっぱいになってるじゃないですか。奥の方ばっかり行っちゃう。どこ行くか。どこ行くか。表にも出てこれな。そうですよね。あ、もう美味しいもんだって。はい、ノアムの人気の秘密はおしゃれで心地いい空間、そしてお肌、腸活の美容カフェとして男女問わず美味しく健康的な食生活を楽しむことができるというところなんです。そんなに大きいお店ではないんですが、店名の由来の通り、お客様に心地いい空間で楽しんでいただきたいので、あのこれからも心地いい空間を作っていきたいと思います。さあ小さな繁盛店、続いて栄町の黄色い小さな人気店。さあお次はですね、那覇市の栄町にやってきました。はい、来ましたね。ここにも小さな繁盛店があるってわかるね。それが駐車場だけ。おお、メインストリートからちょっと外れたところにある黄色い外観が特徴の蒸し料理専門店無印です。今年でオープンからなんと5年を迎えたそうなんですよ。早速中へお邪魔してみました。素敵ですよ。こんにちは。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。知念と申します。お願いします。よろしくお願いします。ますます。ここが小さな繁盛店で間違いないですよね。違いないですね。ありがとうございます。テレ笑い返しですよ。繁盛店なんてそんなに、ね。さあこちらがオーナーの三浦裕次郎さんです。いろいろお話聞きました。うん、このお店なんですけど、はい、何坪ぐらいあるんですか。坪数が 4.5。4.5 坪で、はい、お客さん何名入れるんですか。もうカウンターのみになりまして、はい、8名まで行けます。8名ですよ。仮詰めて8名でしょ。そう、店の広さは 4.5 坪、畳およそ9畳分、店内は厨房を囲んだ L 字型のカウンターがありまして、で満席になるとですね、こんな感じ。わあ、密着度が高い、ね、楽しそう。でもなんかそうよね。そう、でも端から端までね、歩数で測っていました。何歩でいけるでしょうかっていうね。1、2、3、4歩。高校生のボクシングリングぐらいかなと思います。そうなんですか。ちょっと分かりづらいけど、まあまあ、
そんな小さいな高校生リングって、距離にして大体4メートルぐらいですかね。厨房の中はね思ったより広いんですが、まあ、今はね使わないものとか上の棚に置く工夫をしたりとかいろいろ工夫が詰まってるお店ですね。上はもうびっしりこんな感じ。あすごい。でもお客様には見えないからね。それではここでクイズ。店名の無印、この名前の由来は何でしょうか。ミキトニーさんお答えください。いやもうあれしか思い浮かばないですよ。無印で CM あるから。CM がある。CM ある。ゆっくり考えて。ゆっくり。もう今言わせて。はい、だから、はいはい、だから無印。さあ発見、小さな繁盛店ということで境町にある蒸し料理専門店無印にお邪魔してますということで、改めてミキトニーさん、はい、店名の無印、名前の由来何でしょうか。これしか思い浮かばなかった、うん、良品の役員をしている奥さんが役員だから使える名前。ちょ、正解は奥さんが無印良品で働いてます、はい、だから、はい、だから無印、まあまあもう正解ですもん、正解はそれ以外ないんじゃない。そうなのよね、まあ、奥さんがねあの働いてる会社かそっから名前を取って命名しました。そんなこといいんだ。そんなことある。一応気使ってハンガーとか時計は無印です。うちこれの白持ってる。やっぱいいよね。いいよね。やっぱ無印いいんだよ。良品ですからね。いいよね。どんなよ、はい、さあこちらの一押しメニュー紹介しましょう。1日多い時で100個売れるというシュウマイです。わー、熱々でね、もう絵力も抜群でしょう。はい、さあこちら豚、鶏、エビなどお店の一押しシューマイ盛り合わせコース。僕はですね、県産豚を使った豚シューマイいただきました。すごいですね。うん、うん、来ました。美味しそう。もう香りがすごいですもん今、うん、すごい豚肉の味がねしっかりまず強くガツンときて、はい、でなんか丸みがありますね。あ、はい、甘く炒めた玉ねぎを結構ふんだんに使ってます、はい、あと皮の薄さが抜群。確かに皮が結構薄いね。はい、私は三浦さんが提供するゴルゴンゾーラチーズがかかった寿司とゴルゴンゾーラのシューマイいただきました。おいしそうだね、これ。また中華じゃないでしょ見た目が、うん、美味しい。ありがとうございます。シューマイなんか新しいですね、すごい。ゴルゴンゾーラってよそにもあるんですか。ないっすよね。僕は今度聞いたことないかもしれないです、ね、はい、マジで新しい、本当ですよね。はい、食感はもうハンバーグみたいな感じでシューマイの皮で包んだ感じです。もともと洋食系で働いていた三浦さんがフレンチやイタリアの様子を取り入れたいと考案したそうです。もう肉とチーズ最強、ぎっしり詰まってるお肉を。すごい。さあ続いてもう一品、季節限定牡蠣ともずくの豚シューマイ。豚肉にネギでバーナーで炙った細かくカットした牡蠣でもずくなど混ぜ合わせ、花シューマイというこれね、皮が細切りになってるんですよ、はいはい、見たことある、ね、で肉だれこれつけて蒸した、見た目がおしゃれなシューマイ。そのお味はというと、美味しそう。これも牡蠣ですよ。牡蠣ともずくだよ。そう、海鮮のシューマイ。確か確か、海の香りが。なんだこれ、うまっ。うまっ。ちゃんと牡蠣の味がするの。すごい、なんか本当にもずくと牡蠣の旨味がギュッと詰まって一気に口に広がる感じ。ね、この口の中に広がる風味もすごいですよね、うまみと風味が。もずくをベースにした酸味のある特製もずくソースをつけるとさらに美味しさがアップしますよ。さらに追いもずくするのね。そうなんですよ。ちなみに混んでいる場合はテイクアウトもできるのでぜひ行ってみてください。さあ美味しい料理もいただいたところで、どうしてね小さなお店にこだわるのか聞いてみました、うん、まあ、まず一人でできるっていうのが大事だなと思って、でそれプラスやっぱお客さん距離近いんで、うん、まあ、お客さんのこと見ながら仕事できるのがすごく大事だなって思ってます。逆に店が小さくて苦労することありますか。ならではの苦労っていうわけではないんですけど、やっぱこうカウンターしかないので、はい、こうやって座ってもらってて
また別のお客さん来た時にちょっとずれてもらったりとか、あ、まあ、皆さんいいお客さんであのずれて協力してくれるんですけど、まあ、やっぱちょっとそれはまあ心苦しいなと思いながらも甘えてやってます、はいはい、なんかね隣同士とかでもねお話弾みそうですよね。あ、そうですね、それがきっかけでそうやって仲良くなるお客さんもいらっしゃるんで、まあ、それは一つのいいことなのかなと思ったりします、ね、はい、多い時は1日40人ほど来店するそうです。常連客の方にお店のいいところ聞いてみました。お隣さんとの距離も近くて密着感がすごい、このコンパクトなお店ならではだなと思って楽しく混ぜていただいております。欲しい、これはもちろんシューマイのクオリティは高いと思うんですけど、それより何よりやっぱこうやって店主とお客さんの距離が近いことがすごいいいお店だなと思いますね。一番は裕次郎君って、まあ、店長の人柄じゃないですかね。でそれにご飯も美味しいですし、あ、もうそれこそもうシューマイじゃないですけどもギュッと詰まってもうみんな仲良く食べれるのがすごいいいと思います。そういうのはこっちが言うからさ、そういうのはこっちが言うんだよ。言って三浦さんの明るい人柄と、まあ、小さいけれどね、お客さん同士美味しいものを食べながら仲良くなれるこの環境が無印の人気の秘密なのかもしれません。さあ最後に無印への思いを聞いてみました。もう本当に20年やってきて、まあ、ずっと独立したいと思ってやってきて、ようやくこう叶ったお店なんで、まあまあ、原点という、原点と、はい、三浦さんのここが原点、ここからです、ここからです。ここからまたいろんな広がりがあるんでしょうね。はい、うわ、楽しみ、これは楽しみだ。素敵ですね、黄色い小さな繁盛店、これからも目が離せません。とても小さな8席しかないお店ですけど、ね、シューマイとお酒を楽しんでくれるお客さんが溢れたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。さあまず最初に紹介するのは平和通りにありますこちらのお店、沖縄天ぷらとサーターアンダギーのお店アンダー。アンダーとかけてるんだ。そうだね。さあ店主はなんとこの方誰だか分かりますか。おー、そう、 A ランチにたびたび出演しています人気 YouTuber マゴロクさん。マゴロクさん、横顔じゃ分からんかったよ。マゴロクさんお店やってるんですか。そう、9月28日にオープンしたばかりで、お店の広さは今回一番狭い一つも。ちょっとギリギリじゃん。ギリギリです。販売してるのは魚天ぷら、イカ天ぷら、芋天ぷら、そしてサーターアンダーギー。いいね、いいね。はい、マゴロクさんになぜ天ぷら屋を始めたのか聞いてみました。いろいろ食べてるはずなのになぜ天ぷら。沖縄そばだったりタコライスだったり、それこそポーク卵だったり、うん、どんどん進化していってるんですよ。そうそう、なんか天ぷらだけあれストップしてないってなって。おー、確かに。なんかちょっと進化させたら面白いかなと思って。確かに。こちらが進化したという天ぷらです。見た目ベージ全然リッとしていつもの天ぷらでしょ。食べ歩きしやすいように一口サイズにしてるんですけど、ちっちゃい、衣にある工夫があるんですよ。分かりやすくしてるんですよ、衣で。これ魚で、こっちが魚で、青のに混ざってるのがイカで、で黒ごま混ざってるのが芋ってなってる。あの沖縄天ぷらのね問題点、外から見たら何か分からないよ。マゴロクさんが解決した。解決させました。なるほど、こんなに簡単だったのね。解決方法は衣にね目印をつける。あれ方しっかり中のお魚が味付いてて、衣もサクサクで一口っていいっすね。思いました今。超食べやすい、美味しい。私はサーターアンダギーいただきました。ちょっとやっぱちっちゃいね、こっちも、うん、これぐらい。さあ女王、女王優しさを見せてください。ご慈悲を。本当に美味しい。あ、よかった。黒糖、はい、うん、黒糖です。中がめっちゃもちもち、かぼちゃと混ぜてて、はい、ソロ製であのパサパサがあんまないんですよ。なるほど。これもじゃあ試行錯誤重ねて、これはあのうちの母親が作ってて、お家の味、おリアル家庭の味です。そうだね、うん、さあお酒のあてにもちょうどいいサイズの天ぷら、そして美味しいサーターアンダーギー、ぜひ皆さん食べに行ってみてください。土曜のお昼は A ランチ、続いては市場中央通りにあるザ・サウス。こちらこのお店はですね、あの自称を世界一小さなバスケットショップって言ってるんですよ。
さあ店長のですねウェリーさん、うまそうバスケ B3 リーグ金沢サムライズに所属したの、やっぱりプロバスケットボールプレーヤー、うまそう使ってごめんなさいね早速中入ってみました。すごいおおすごいすごい試着室ぐらいのサイズ誰ともかぶりたくないさあ、身長181センチウィリーさんに手を広げてもらうと熱く熱くすごいウィリーさん一人分だこれすごい沖縄のスナップドッグですねこれでこれのせいだよ広さはなんと2つも2つも、はい、オリジナルバスケットウェアやパンツグッズなども販売しております。わーすげー。ちなみにここ1日多い時でどれぐらいのお客さんが来るんですか。多い時だったら30組ぐらい、はい、おお間違えない小さな繁盛店ですここは。そうですね、そうですか。さあ地元の人だけでなくこちらも SNS を見て観光客が多く訪れる。お店に入った時お客さんの反応っていかがですか。いやもう本当みんなちっちゃって最初に言ってきてナチュラル、はい、そうですか。でも行っていいんですよねちっちゃって言っていいんですよ、はい、もうそういう歌ってますもんね、はい、コンセプトでやらせてもらってるんで、はい、ザ・サウス、糸満店もありますので、すべてがオリジナルショップ、オリジナルのグッズでございます。ぜひインスタチェックしてみてください。いいね。はい、最後に紹介するのはこちらです。平和通りにあるトルコランプを専門に取り扱っているアラビア雑貨のお店、うん、ザ・スークです。店内にはね、オーナー自らが現地へ行って直接買い付けをしている色鮮やかなトルコランプが所狭しと並べられていました。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、本当に綺麗。直接買い付け、こちらがオーナーの村田さんです。かわいらしい。小さな繁盛店ということでいろいろ見せてもらってるんですけど、このお店大きさどれぐらい、何坪ぐらいですか。3坪です。3坪、はい、そう、3坪の小さなお店にはおよそ450個のランプが陳列されておりまして、ランプそんなに入る、ぎゅうぎゅうで詰めてますから、お客さん多い時で200名来るということです。これってこれやっぱ割れやすいですかこれ。あ、結構トルコランプ実は頑丈にできてます。そう、ちょっとめくれてみましょうか、はい、こんな感じでパカーって取れるんで、全部付け替えができるんですよね、はいはい、そうで一応これねめちゃくちゃ大事な特徴があって、はい、トルコランプ実は頑丈です。こんな感じで、ちょっとちょっとちょっと何してるんですか、ちょっと無理してない無理してない無理してない。私もめっちゃ怖かったんですけど恐る恐る乗ってみました。すごいね、100キロの人が乗っても大丈夫だそうです。100キロいけるんですよ。いけるらしい。さあトルコランプ以外にもチャイグラスアクセサリー販売してるんですけど、チャイグラスの強度も見せてくれるっていうことで、やっちゃい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 こんなに頑丈なんすか。そうなんですよ、トルコのものは頑丈なのが多くて、昔世界で一番強かった時代があったから、いいもの作ろうって方が多いんですよね。だからいろいろ頑丈に作られてるんだ、ね、はい、すげー、すごいです。はい、皆さんもカラフルで別世界に来たような空間をぜひ体感してみてください。さあ小さな繁盛店、最後はですね秘密基地のようなカレー屋さん見つけました。さあ首里鳥堀町にやってきました、はい、ここにもね小さな繁盛店がありますんで、おー、どこですか、ご紹介しましょう、はい、あちらです。どこ見えた。そう、こちら首里鳥堀町七星食堂の向かいに小さくひっそりとあるこちらのお店、カレー遊戯、去年3月にオープンしたスパイシーカレーがいただける人気のお店。中に入ってみましょう、はい、失礼します。こんにちは、どうもこんにちは。素敵よこれ、ちょっとこれ近くに行きます。予想以上ね、どこからどこまでがお店なんだろうと思ったら、こんな細い隙間がもうお店なんだ。5席、5席、小さな繁盛店、はい、まさしくですよ。このお店、広さどれぐらいですかね。広さは3坪ないぐらいですね。3坪ない、はい、飲食の中では今最小じゃないですか。最小。さあ広さはなんと 2.8 坪で、畳およそ6畳分、
カウンター5席というコンパクトな作りで秘密基地のような雰囲気です。6畳でカレー屋さんできるんだ。できるんだよね。大学生の部屋ぐらい初めての一人暮らし。寝室で狭いとか言ったらダメだね。さあ、オーナーは飯島出身の照屋香織さん。この広さなので、いろいろ工夫がないとできないんじゃないですか。そうですね、やっぱ、物をどこに置くかとかは相当悩みましたね。はい、はい、もうとにかく狭いので、レンジなどはこのように頭上に配置、料理を置くトレーも頭上に、そしてお皿もカウンターに置いてスペースをうまく利用しているそうなんです。そうですよね、うんうん、うまく使ってますね。さあ、これはサボりがちだというテレ屋さんが書いた自分へのメッセージ。ストイック。今日できない人は明日もできないって。店名のカレー遊戯、名前の由来を聞いてみました。ブルース・リーの映画の死亡遊戯から撮りましたね。遊戯っていうフレーズが気に入って、はい、まあ、遊び楽しむっていう意味なんですけど、うん、まあ楽しみつつ遊びつつと、食べながら楽しみつつ、ね、作りながら楽しみつつ、はい、素敵。店内にはですね、ブルースリーのグッズや壁にはこう幕がかかったり、あ、本当だ、ね、好きなんだ。だから黄色の T シャツ着てんのかな。で、これあ、フィールじゃないんだね。フィールじゃない。考えるな、食えというメッセージカードを持ったフィギュアが出迎えてくれたり、でヌンチャクの使い方のボードとかがあったりね。いるカレー屋にこれ。なんかね、どうなんだろうね。狭いって言っちゃった。入り口も取ってヌンチャクなんですよ。ヌンチャクだ、本当だ。面白い。ブルースリー好きにはたまらないお店。最高じゃないですか。さあ、午前中11時半にですね、お店がオープンするとすぐ満席状態になりまして、どんなカレーなんだろう。お客さんは常連客が多いんです、うんうん、メニューはスパイスカレーが2種類だけなんですが、2種掛けもあるということ で、ご家族にお話聞いてみました。美味しそう。美味しそう。本当に美味しいです、はい、彩りも良くてですね、副菜もあってとか、なかなか凝縮された味がありました。聞いてちゃんと。さあ、お店の狭さについて聞いてみると、これぐらいの狭さの方がなんかちょっと会話もできたりとか、そういう楽しみもあるんで、なかなかいいかなと思います。いや、でも狭いけどこれだけしか入れないから、並んでやっと入れた時なんか満足っていうか、そんな感じ。美味しいので全然気にならないです、はい、このまた広さがちょうどいいような気もします。さあ、ここでクイズ。食事を終えて出てきたこの方は、ぜひ、このお店のキーパーソンなんです。一体何をした人でしょうか。知ってる。吉見アナ、お答えください。考えて。元プロバスケットボーラー。いいね、いいよ。一応僕が内装を手掛けていて、まあ、同級生なんですけど、お世辞さんと一緒に作りました。はい、そう、この方は店舗の内装を手掛けた職人さん、金藤さんなんです。苦労した点を聞いてみると、カウンターを作るというか、その厨房を置く際にもう限られてるじゃないですか、うんうん、なので1センチでも5ミリでも広く感じるようにというか、狭いなりに、なんだろう、快適に過ごせるようにというんですかね、まあ、その辺はちょっと意識した、覚えがあります。金藤さんの技も光るわけですね。さあ、カレーの仕込みは毎朝朝8時から、ね、うん、7時から始めます。カレーの種類によって10種類以上のスパイスや香辛料を配合していて、ちなみにテリアさんは2週に1度メニューを変えて提供しています。すごいですよね。これまでに作ってきたメニューの数はなんと62種類。うわ、絶対いるのね、ブルースリーが後ろに。通っても食べ尽くせないですね。この日僕たちがいただいたのは、八丁味噌のコクと甘みが特徴の山椒香る味噌チキンカレ カレー。美味しそう。いや、これがもういいのよ。そしてもう一つがですね、冬瓜のさっぱりさとココナッツミルク、エビの旨みが味わえる冬瓜とエビそぼろのココナッツカレー。食べてみたい。どんな味するんだろう。レモングラスライスの周りには8種類もの副菜が載っていて、カレーに混ぜて味変も楽しめます。こういうの大好き。マジで美味しいから、これは、うん、定期的に欲しくなるよ。チキンカレーいただきました。美味しそうだな。うれ、黒糖か。わー、美味しそう。蒸し釣りじゃん、これ。いやー、美味しそう。美味しそう。うん、美味しい。うまっ。チキン柔らかいですね。めちゃめちゃ美味しい。奥に味噌がいます。ちゃんといます。そうかそうか。味噌とカレーって結構あるんですか。あんま全然
合うと思います、はい、仕味とかでも入れたりしても全然合うと思います。おいしい。さあスパイスオイルに漬け込んだトッピングの半熟卵こちらをいただきました。アニジャビオン合うんですよ。最高の仕上がりでしたよ。黄身の状態が。感想言わなくていい？味わえた、味わえた。表情で、表情で、表情でやってもらっていい？それが仕事じゃん。おいしい、おいしい、おいしい。でも伝わってる、本当に。もうね、黄身がトロトロで、まあ、スパイスにオイルに漬け込んでるんだけど、まあ、辛くはないんですよ。ちゃんとね、まろみがあって、スパイスカレーとバッチリ合うという。風味がね。はい、私は冬瓜とエビそぼろのココナッツカレーいただきました。カレーに冬瓜。渋いです、渋い。珍しいですよね。コロコロ入ってるから、これ。冬瓜とエビ初めて一緒に食べたんですけど、はいはい、めっちゃマッチしますね。あ、合うと思います。冬瓜、とろける。あ、そうなんですか。すっごいまろやか。なんかスパイシーさも感じるんですけど、なんか誰でも食べ、なんか辛いのが苦手な方もすごい食べやすいと思います。はい、これ2週間に1回メニュー変えるのってめちゃくちゃ大変じゃないですか。めっちゃ大変です。そうですよね。やらんければよかったと。素直なんですよね。でももう一回試行錯誤して。そうですね。まあまあ。作るのはまあ楽しんで。今日やらないさせてないからね。面倒くさがらないように。なるほど、まだ今締めだ。そうなのよ。調理から片付けまで全てワンオペでこなすテリアさん。カレー遊戯の店名らしく、苦労を惜しまずカレー作りを楽しむそのモチベーションが常連さんに愛される理由なんです。素敵、いいね。狭い店なんですが、カレー遊戯の名に恥じぬよう、これからも遊び楽しむことを忘れず楽しいカレー作っていきたいと思ってます。頑張ります。